はい、今回はガンダムトライエージビルド G だっけの第3弾の配置結果となります。じゃあ行きましょう。一応排出順ですね。悪解これレアだけど無駄にかっこいいねこれ。ガンダムの M レア、でここで、はい、来ました P パーフェクトレア大阪ユーマ、ようやく出たよパーフェクト。一応第2弾もやったんですけどね、結局第2弾一度も P レア引けなかったんですよ。だから今回は引けてというか良かったです。絆カウンターってこれ新しい要素かな。でここで台を移動しまして、でこれがキャンペーンの戦国ガストですね。これが新しいアビリティのトライブレイズ。ゲーム化までやってないってのはどういうもんかちょっとわかんないですけど、今回のキャンペーンはみんなかっこいいんだよね。うん、で無駄にかっこいいドームで M レアのアムロ、こうちょっとダブったね、うん、キャンペーンが結局1枚しか引けなかったな。はい、で引きました。Pレアトライオン3、これも無駄にかっこいいな。あんま一見するとガンダム要素ないけどね、うん、けどよくよく見てこれ要はダブルゼータベースなんだよね、うん、頭とかここら辺の足とかの感じは、うん、そういえばダブルゼータも一応あれ確か合体できるんだよね。確か3体からアニメの後半では完全になかったことされてましたけど、うん、とにかく今回は P が2枚引けたんでよかったです、はい、いや、ほんとよかった。じゃあ、今回は以上です。はい、どうも。